だから800万ってか、もう VIP は通過点。もうまだ通過点。まだ通過点ですらない。そうだろ？まあいいや。ああ、そういうことするんだ。だったら変えるわ。立ち回り。はあ？今当たったろうが！え？嘘？なんで？てめえ！ニスト？はあなんですけど。まだニストね、オッケー。ニスト、見えました。はい、おめすま。ガード張るんだろ、どうせ。はい。わかってるよ、お前の。もう読んだわ。もう通用せん。さすがに。ジャブ乗してるよね。もう。まともにバーストせんやん。チミー。すべて読んでる。すべて読んでる。お前がやりたいこと。勝てるのに負けるんやろ。勝てるのに、絶対勝てるのに。あー、お前マジ絶対殺すわ。お前本当に下手くそ。お前マジ終わった。お前本当このストック3立てするわ。お前俺と同ストック、お前同列で思ってるんだろ。格が違え、お前とは。動きが洗練されてないもん。スマッシュの振りどころとか全部。そんなバーストしかできねえんだろうが。おい！よし。お前も覚えとけ、覚えとけ、マジで覚えとけ。お前絶対勝てない。絶対お前は俺に勝てない。死ねえ！なんだ！もうこいつ！マジで！マジでなんだ！なんでこんな適当なやつで負けんだ、俺！なんで負けんの、これに！いやー、マジで理解できん、スマブラ。ほんとに負ける意味がわからん。やばい。マジでこんなに負けてると。なんでだとさ、なんでニストばっかん。冷静になったら絶、もう冷静になったら何のひねりもなく勝てるんだけど、こいつ。あ、つけろ。それワンチャン狙ってんな、こいつ。こいつは。ああ、やべえ、マジでなんで負けたんだ、今の。ほんとに分からん。技術的には俺が絶対勝ってたでしょ。技術、スマブラの技術力だったら俺の方がほんとに勝ってたよな。何その気の抜けた声。ああ、くそ。ああ、もう。やべえ。フォックスの上スマ持ってんの？で、クラウドのウェビー持ってて。もう、これはなんかスピニングファルコン持っとるし。いいとこのせいやん、お前。スピニングファルコンじゃねえ。なんだっけ、あれ。プロミネンスピニングファルコンだよ。ホムヒカのウェビー持ってたでしょ、今。ホムヒカのウェビーみたいなのあったよね。あざーす。よし。なるほど。130。耐えれないの？はい、この動き、このクッ、こいつ、このクッパ多分動き慣れて、クッパに慣れてる、自分の。マジ嘘。そこのぼったくりちょっと話変わってくれ。話変わってくるんやけど。うわぁ、もう。やべえ、ちょっと待って。なんでこうなんな、ふざけんな、てめえ。お前マジかー、こいつマジで殺すわ、お前。ボコボコにやられたくさに、途中まで。お前絶対殺すからな、対戦しろよ、マジ。クッパで、お前ほぼ負けやからな、あんな。ああ、もうなんでどいつもこいつも勝ち逃げばっかのつまんねえやつだけなの、ここは。どうせ次勝てねえからだろうが、どう考えたって。やばい、流れが悪い。勝てる相手に、絶対に勝てる相手に、負けてる。ああ、もうこの上京が一番嫌い。割れてくれたらいいやん、そこは。もう頑張ってよ、そこ死ぬ気出てんのよ、バスそこよ、おい。うわぁ、読んでたのに、今の。もう、くだらねえ上京、これ。勝ち逃げじゃないでしょ、今の。あれ当たったんだ、あれ当てたんだからさ。俺、あれ当てたんだから俺の勝ちでしょ、完全に。
魔人剣で勝ったら、魔人剣で勝ったらもうあれを2先ほぼ2先取ったようなもんよ、実力的に。だって魔人剣だったら当たんないじゃん普通。それを当てれるって相当の実力差があるということ。いや、やばい、マジ何出んのこれ、調子悪い今日。そこね、まあいいけど。やべえ、なんで逆転されてんのこれ。やばい。あー、ちょっと待って。